荷物が来たらコンテナから。強くなった気がするぜ。チョコレート食いたくなったからさ。うん、じゃあコンビニ寄る？パチンコ行っていい？なんで？最初から素直にパチンコ行きたいって言いなさいよ。でもよ、景品のチョコうまいの多いよな。わかる、俺もチョコ食いたくなってきた。じゃあみんなでパチンコに。もう好きにして。すぐに楽にしてやる。余裕余裕。ほら、俺の番ね。見てろよ、とっておき。やめるな、うん、よし、行くぞ。見せてやるよ。よし、ザコが。ほら来いよ。ぶっ殺してやる。言うてろ、俺の番ね。よし、待つぜ。絶対負けない。よし、行くぞ。ハッと、ハッと、わぁ、私の番ね。Thank you.
した？何年か前に見た映画のタイトルがどうしても思い出せねえんだ。感動系の映画でもう一回見たいんだが、何だったかな。ボーイミーツガールな映画で、君の、いや、俺の膵臓が叫びたがってるんだみたいなタイトルなんだが。なんだそれ、主人公の内臓大丈夫か？おじさんが断酒する映画なの？いや、もっと爽やかな青春を描いてた映画なんだが。まあ今度そんな感じの見つけたら教えてやるよ。俺の胃袋がもたれているんだ。だってだ、胃もたれの映画じゃねえよ。こりゃ思い出せそうにないわね。覚悟しろよ。ほら、かかってこいよ。俺の番ね。舐めるな。かかってきなよ。俺の番だな。逃げるなら今のうちだ。絶対負けない。とっておきだ。舐めんな。行くぜ。よし。はよ。俺の番か。行くぜ。やってみろ。これで。なめんなよ。おい来た。とっておき。なめんな。なめんなよ。よし。行くぞ。見せてやるよ。やめんなよ。俺
の番か。俺の番ね。いや、勝ちだぜ。強くなったか。誰か警察を呼んでください。我々はこの連中に暴力を振るわれました。へえ、ここが事務所か。狭くて汚いところです。みおお、エリ。経営の仕方を説明し。おう。それじゃあひとまず。よっしゃ、営業開始だ。じゃ、ラッキー始めますね。ついてないな、ついてないな。反省しないとね。今回の営業結果です。これは厳しい。やべえ、大株価大幅だ。ランキングがダウンしました。とまあこんな感じで営業を重ねていきます。どうです？割と簡単でしょ？なるほどな。